さん、こんばんは。本日のサタデー、サタデースペシャル、おんまちゃん。あばっかばっかばっか、ばっかばっかばっか、あたっかたっかたっか、あたっかたっかたっか、お馬さんに乗った気分で、乗馬も引いてみましょうね。三連符も均等に、お馬さん。リズムに乗ってたっかだっかだっか、あばっかばっかばっか、白熊の喧嘩も弾けるのだ。あ、転調して弾けるでアート。基本をゆっくり身につけて応用力に転調できるととっても幅が広がります。イントロつけたりドミナントを2、5に置き換えてみたり、指替え指くぐり練習すればちゃんとできるようになっております。うちのピアノの生徒さんも
ちゃんとできた。一曲一曲ちゃんと弾けるようになってきました。お母様方のご協力のもとだと思います。拍の長さもちゃんとお母さんに教えてもらったと子供たちは言いますが、先生がちゃんとサポートしてちゃんと、あ、できた、できた。お母さんとの相性も大切ですが、先生と生徒さんとの相性もとっても大切なんです。誰でも自分のことをちゃんと褒めてくれる。お家ではお母さんに怒られ、お父さんに早く宿題やりなさいと言われて少し落ち込むこともあると思います。学校行くのもなんだか億劫、仕事行くのもなんだか気が重いわと、こうなるのが一番本当に怖いのです。先生も独夫のサポートをちゃんとやっております。子どもたちはお母さんにちゃんと教えてもらったと先生にも話してくれますが、ちゃんと指替え、指くぐり、基本からアレンジまでちゃんとゆっくり練習すればできるようになります。タッカのタッカタッカタッカ、あ、パッカパッカパッカ、お馬はみんなパッパッカ走る、パッパッカ走る、パッパッカ走る、お馬はみんなパッパッカ走る。面白いな、どうしてなのか、みんな知らない、お馬はみんなパッパッカ走る、パッパッカ走る、パッパッカ走る、お馬はみんなパッパッカ走る。面白いな、これが一番です。子供たちも遊びが大好きなんです。本来子供たちは遊ぶ、頑張りすぎは良くないです。少しずつ、一曲ずつリラックスして深呼吸です。深呼吸に肩や手首の力を抜いて、一曲一曲丁寧に弾く習慣もちゃんとついてきました。前向き、褒める、励ます、これが一番です。それではまた。私、今夜は橋本環奈ちゃんでございました。そりはそりでも神そり、しりはしりでもしりっとり、もちはもちでもやぎもちぷぷ、もちつきおっとどれみしりとり、これも面白いです。ちゃんと子どもたちも先生とのオート当てクイズを楽しんでやってくれております。先生とのオート当てクイズ、今の音なんだ、これが聞く能力を身につけるコツです。先生の真似をして、曲は作れます。黒鍵だけでいろんな曲をイメージして曲を創作したりアレンジしたり、いろんな奏法も楽しく学べます。それでは、